本日2024年、11月の26日、18時2分。まあ、こちらの方が、AI さんで作ったとされる、まあ、曲について、まあ、聞いてみて、で、二重丸つけて、OK だとか、歌詞が、まあ、女性用の歌詞だとか、まあ、両方、まあ、男性でも女性でも、歌えるだとか、まあ、そういうふうな、内容のものがあるんですが、まあ、ちょっと、いろいろと聞いてみて、まあ、完全に途中です。これだけ聞こうと思っても、これ20曲ぐらい聞いてますから。いやね、20曲も聞いたらね、いや、今はすごくいいんですけども、ちょっと違うことさせてくれ。なります。で、まあ、良さそうなのがね、まあ、この間、サルベージっていうのもありましたけども、フリーダムクイーン。まあまあまあ、フリーにダムを作らせてほしい。ガンダムシードのね、もともと。フリーダム。いつから、ユナイテッドキングダムって、いつからキングダム、あれっていう。まあちょっと、僕の人生も自分で言うのも変なんですけども、謎が多いんで、僕も。よくわかんない。いろんなところで勝手に話が進むとき、進みますか。あとはちょっとね、ピンクロケットと、ブラッディーウィング。ごめんなさいね、これ。なんとなくもう、題名聞いただけで、鋼さんよ。五条なんとかっていう曲、あの曲の内容を、もう歌う方向で済むんだったらどこか一つに任せて置いた方が顔もどうなるかわからへんどこだこれブラッティウィングいや青江さんもちょっとおかしくなってますそんな題名のもの題名書いた方がいいって最初メモしようとしたんですよ曲調が良くてねで、途中でその歌詞歌詞の中にそういうワード出てきてこの曲昔からありませんこのピンクロケットもこれ何回これ出し入れしてるのかそのどうなんですかね海外の方とか先に作られてますなんかそういうのを集めてきてるんじゃないかなとかまあそういうふうなところもちょっといろいろ考えながらまあ一応曲と歌詞のクオリティでちょっと題名とも歌詞一部変えますもうそこまでしたら、ああ、この人の曲やったの。なりますハートエコーズ。こちらは、両方、まあ、男性でも女性でも、まあ、歌っていただいていいんじゃないかなとは思うんですけど、どこのバンドが歌うかこれ決めなかったらややこしいでしょ。とりあえずこの間の動画で言ったのは山本さやかさんとその鋼の皆さんと、アンラッキーモルフィーズさんとまあそのあたりまあまあまあちょっとまあ手薄感というかまあ一曲ぐらいは僕が選別するその日本の女性のベスト100に入るまあ最後の方は絶対同率100位を作っとかなかった何曲上がってくるか分かんないですかあこの曲忘れたわってこれ結構あるんですよこういうこと特に2005年から2020年ぐらいまではだいぶ音楽業界から離れてましたんでフォージングディスティニーまあ、こちらも、両方、女性でも男性でも。だからまあ、デスメタルしてたらっていう。試練くん、
以前いた人、この間ライブ見に行った時、なんか煉獄さんみたいな感じ。本当家帰ってきてから爆笑してそれ地獄の名称やまあ毎回言ってますけども、煉獄じゃあ、だからまあまあ、あの鬼滅の刃では だからね、そのお腹を貫かれてる、あれお腹でしたっけ、背後でしたっけ、ワンピースの話と話ごちゃごちゃい白い家と赤つ両方に殴らせたっていうね、なんかそういうふうなあの話とかもあったんですけど、そうしても2人ともあの貫かれてなかったんじゃないのかそれが政府の嘘なのかなもう体力入る誰かその歌詞なんか OK っていう声聞こえてきましたけど、歌詞、作ってみます、政府の嘘は戦争のフェイクニュース、第二次世界大戦の頃からまああの、いやいや、あの本当に原爆っておかしいたら、あのね、あの本州とか沖縄上陸戦があって、ミッドウェーの海戦があって、じゃあ、あの爆撃の数がね、あの200回以上爆撃されてっていう話、最初広島原爆投下のニュースと見た時に黒着てる人がいたんですよね。なんかお父さんにはあの黒着てる人は気をつけた方がいいっていうことをね、こう子供の頃から教わっていて、まさかね、その六法全書でこう第二次世界大戦のどうこう嘘がどうこうみたいなこと文章どっかで見たと思うんですよ。で普通に考えてもそうだと思うんですよ。第二次世界大戦があんなものすごいことがあったら、助ける側と助けられる人側の比率が全然違うから、というか日本全体が助けてもらわなきゃならない状態だから、こんなもん復興無理じゃないっていう話なんですよ、阪神淡路大震災とかを経験した我々からしたら。で案の定能登半島もね、穴水町とか七尾町、七尾市なんかもう全然重機見かけなかったから、もうその後僕はどうなってたかもう分かるんですよ。でまああの どうなってたか、こうこうもう ああしなきゃならない、こうしなきゃならないで、これもうその怒りの矛先絶対万博になるんですよ。もうあれほど万博ほどわんぱくなものはないって言ってるのに、でもこの辺りでも余計に岡場の駅前であのバスロータリーの工事見たでしょ。アンラキーモルフェスさんとか山本さやかさんとか歩いてましたけども、あのいやごめん、あのアンラキーモルフェスさんが歩いてるのは分かんない、本当にそれ分かんない僕からしたら未確認まあバンポーチキンのまあまあ本名かどうか分かりませんけども、ボーカルの藤原っていうものに関しては六歩とか言いながら髪の毛染めて髪の毛茶色かったから、あ出たなヤンキーと思って怖いでせんとこうと思って、あだいぶ歩いて、あ今のバンバンチキンの藤原これみんなでちょっとよく見てもらいたいんですけど、体操のね、まあまあ、オリンピックで金メダルとか取ってた体操の内田っていう選手いたでしょ。彼と顔似てませんよ。いや、顔の数がりとかいろいろあると思いますよ。似ようと、似せようと思えばできるし、そういう風にしようと思えばできるし、できるんですけども、いや、じゃあ、お金の手もっともっともっと。みんなの税金使って。一体いつまで体操したもん。まああのいやそこまで頑張ったのかなって、体操するためにあんなに良い曲ずっと作ってたの、それはそれですごいモチベーションだなって。一旦曲とかこう成功して、もう一回体操界に戻って、今まで練習してきたからもう思い出せるからとかでこう頑張ってトレーニングして。で、金メダルも取ったって。すごいなっていうことになるんですよ。バンプオブチキンさんからなんですよ。
あのバンドからあの歌詞がちゃんとあのエロ関係のワードとか歌詞が入ってない、あのややこしいような歌詞が入ってない、あのそこあもうバンポーチキンさんからのそれまでは今まで間違えていった人たちを僕が。だから20歳前後のものですよ。20歳前後のものが勇気持って言わなきゃならなかったんです。あとは曖昧な距離、まあ、こちらは女性用だと思います。あとエターナルフォース、あとはそうですね、まあ、一応二重丸つけてるものとかは他にもあるんですけども、プラスでこう OK までつけてる曲にまでちょっと延長しましたっていうのは、今まで聞いていた中で自分のねホームページからそれなりの数かからりの数アクセスできるようになってますけども、結構二重丸ついてるじゃないですか。だから途中で気性が甘くなってきてしまうんですよ、どうしても。でじゃあもう自分でもあれこれ考えた時に、この曲だったらこういう風に手直ししたり、ああいう風に手直ししたらもっといい曲になるなっていうのがありますから、その辺のところでちょっとね、Not to be とかでも、なんかもう名称からして海外の曲なんじゃないかなって思いません？皆さん Not to be ってなんかどっかで聞いたことあるって、これテレビ出てる誰か言ったでしょ、みんな言ってたでしょこれどう、まあ、動画の出し入れは分かるんですけども、多分まだ誰も歌ってないでしょ、ね、どうせ日本人でもそういう全然違う歌詞と曲調をね、作ってる人とか探せばもういると思いますよ。こんなにもうみんながみんな、一生の、音楽生活の中で、まあ、バンドの人とか、今までアイドルと呼ばれるカテゴリーの人たちとか、もう いろんな人たちがいるから、まあ、音楽っていう、もうけどもう、踊らされた。こないだ、こう説明してきて、こういう変な動きで、あっち踊らされて。あんなことしたら絶対自分が不利になりますから、ライブの前とかあれ練習するんですよ、曲に合わせて振り付け。100曲もたまったら大変なことになりますよ。いつ曲作る時間あるんやろ。またツアー。これが君たちの目指してた、まあ偶像だけども合ってるっていうことで、昔説明でこっちそういう方向でも言ってました。アイドルの意味は偶像って。昔で言うと、ハニャみたいなものって。毒まあ、その後、だから、それが27年前で、その後、バビル2世の、その、リメイクされたものとか、まあ、作者の人は神戸市出身だったらしいんですよ。三国志とか書いていた。漫画の。兵庫県兵の子と書いて、あの倉庫とかの倉庫の子、兵の子と書いて兵庫県とんでもないところに生まれてしまった。だいぶ騙された。8月9日生まれ。もうこの人でどうにかするしかない。もう分かんない。ユーは何しに日本へでしたっけ。で、こう、佐世保バーガーっていうことで、長崎県にあのテレビ東京の番組、ついでに行った時に、本当に長崎に原爆投下された方かどうか調べてました。まあね、まあ、ちょっといろいろ曲、まあ、もっと聴かなきゃならないんですけども、まあ、レッドバレットに関しては、もう完全に銃握ってるんですけど。ただこれ、もうこの曲、昔僕が言ってたこと思い出したんですよ、レッドバレットって。もうそういう技で進めるんだったらって、もうだんだん僕もあの歌詞とか。ワンピースで例えると、だって赤髪シャンクス、ごめん、僕も超衛生で言ってしまったので、さすがにそれは学校教育で。みんな習ったやんな。それまで嘘だと思わんかったからって、そういう話。ワンピースのね。もうなんか、レッドパレットって、
なんかそういう名称の技もすでにルフィが出してるような気もするんですけども。昔ね、まだワンピースという作品が世に出る前の頃の話行くと、だから、レッドバレットって要するに赤いじゃないですか。で、赤髪シャンクスで、シャア・アズナブル、まあ、声優をされた方がいらっしゃってと、もうその頃、その人もっていうような、お話で、もう現場にいるかどうかわからないからって、もうその頃コンピューターが喋ってるかもしれんっていう、それでね、ガンダムの話込みでね、シャア・アズナブルって、ジオン大君の、息子でスペースノイドで、もう絶対宇宙に行っちゃダメなんですけども、そこからしても間違ってたから戦争になったんちゃうか。ごめんなさいね。だからジオン大君っていう人と、その人がトップだったんですけども、そこの家系がシャア・アズナブルなんですよ。もともと名前も忘れましたよ。思い出したらその時言うと思いますけども。 まあ、それとは別に、クーデター派みたいなのが、こう、ザビ家でね。で、まあ、いろんな、こう、立場とかがあったんですけども、それは置いといて、置いといて。もう、その頃には絶対 NE の残像のもので、これ、かなり対処できなかった、これ、絶対人類どうしようもなくなるからっていうことで、まあ、赤髪シャンクスが、こう、イム様、今のところ、イム様に、もう、を、こう、ルフィがね、最後、ボコボコに殴るときにね、もう、はっきり言っときます。だから、これがね、シャンクスの作りかったせ、つく、つく、作りたかった世界だっていうことをね、こう、説明しながら、もう、ずっと殴り続けて、最終的にもう、グランドラインじゃない、もういろんなのが、レッドラインを一周するっていうね、その合間合間で、だんだん時間を遡っていって、いろんな内容をこう照らし合わせていってね。で、最後に、もう風車が出てきた時に、君がね、結婚してなかったら、その最終回の時に、これもう、君はルフィでもあるし、まあ他のキャラクターにも全部当てはまっていく、多くの人が当てはまっていく。で、最後その風車、神戸市のマークは、風車なんですよ。風緑っていうものでね。で、風力発電。もうもともとその辺の話があって、だからそのエネルギーの残存の問題、だからあのシーンを見て最初の方にね、風車のおっさんとかいうような形で出てきてますけど、もともとああいうようなものです。昔流行ったんですよ。乳母車とかにこう、火山車をつけて、こう、乳母車を押していったら、これが、あれが回る。本当はこれ、昨日考えているとき、それ思い出したときに、もう、涙流しそうになって。まあ、それは一旦置いといて、まあ、勝負とかね、風力発電、次、どこに設置するかっていう、淡井圭介の、台風消滅と風が吹いてる映像も、いっぱい現場押さえてるでしょ。まあ、今日の雨はもう仕方がない。もう、プレミア12の方見てもらったらわかります。今日どうだったか。台湾戦とどうこうって、それはもう、だいぶ前の日ですけども、今日ね、まあ、今日何があったかっていうのをそこで言っていて、今日本当は晴れに持っていく予定だったんです。気温上げるために。なんでかって、自分が エネルギー消費したくないか。暖房器具とかをつけて、ね、なぜって、それはお金がないからですよ。生活保護で自然と追い込まれてる。まあ、それでもね、自分の作ったゲームぐらい、我が天下についてはね、ここだっていうポイントの時は、ちょっとぐらいお金、ちょっとじゃないですけど、あのゲーム全然。ちょっとお金使ったろうかなは思っています。もうコンピューターがね、出てくるんですよ、マップに。もうやめていった人の名前とかで。もうそれね、もう、突破レベル3の力がめちゃくちゃ強くて。びっくりしたのが、まだ剣霊なのに、なんで伝説の武将、12体持ってる人と17体、じゃあもう完全に多分コンピューターだと思う。もう、参加曲数が25回とかで、いや、だってこの人、僕が一番最初にプレイした時の2017年ぐらいに見かけた人の名前だもん、とか、ほんと、そういう人たち今までいっぱい見たから、バレてからそのデータが削除されてるかもしれませんけども、コンピューターは余分な遊びを行って、エネルギーを消耗して、で、多分、コンピューターが僕らの見てないところでコンピューターが稼働してるときに、
そのね、募集令とか、時間が経過して無料で弾けるときに弾いてる、お金は使ってないみたい。けど、一つのアカウントで 5GB ぐらいあると思うんですよ。アイテムとかいっぱい増えていって。あのゲーム本当に増えっぱなしだから、あれだけ武将をこれ以上増やしたらダメだって言ってたのにっていうね。もう伝説の武将で終わりよっていう、あとはもうコラボだけだからっていう話なんですけどね。もう全然止まらなくて。じゃあれね、もう読み込みの遅い、その武将の数とか増えていくでしょ。そしてデフォルトって、あれも僕はちゃんと名称考えた。こんなん全部、全員に武功なんか入れとったら、絶対デフォルトするから、債務不履行。できる前からですよ。そういうのに、だから、いろんな武将とかを、こう、いろいろ調整動作し、いかなきゃならないから、その、現場で扱ってみてね、そのプレイしてみて、能力は極端に偏ってるだとか、これはまあ、最近ストリートファイター6の動画とか見てるんですけども、ああ、そういえばこの動画以前も見たかもしれないとか思い。最初チルっていう名前だったのに、いつの間にか違う名前になってるんです。わかんない。もうその人が何歳なんか僕もわかんないから、名前。この間、隣の家から17時ぐらいに老人男性と一緒にこう出てきたっていうのは分かってるんですけども、けどもう、じゃ急にね、出れないんですよ。もう急にこう来たところで、とりあえず家の方が今まで漁られてるから、パソコンとか全部一切合切、カバンに詰め直さなきゃならないし、今の僕の暖房器具ってこれなんです。布団。わかります。それで、どうにかこうにかしのいでますんでね。皆さん、急に来てもね、僕、飛び出れないんです。ちゃんと準備万端にしておかないとね。あと、家のドア、体当たりしなかったら、扉開かないんです。もう、介護終わったら、もうみんなこうなりますから、介護関係の、用品を扱ってる人が自宅に来た時に、杖をどうするかっていうことで、ね、まだ母親が生きてた頃、僕の親は、そこの洗面台に関してね、いろんなところもたれかかってるっていう、もたれかかって、そのドアがあって、ちょっとすいませんね、みたいな、こう来た時にね、言った時に、ああ、それわかります。で、僕も親最後まで介護してた方なんですけども、で、私の母親の時は、洗面台がこうガタつくところまで、こう、体重乗せてしまうから、もう最後の方は足に力が入らなくなってきたら、筋肉がなくなってきて。で、そういうふうなことがあってね。で、エネルギーの残存問題に関しても、ワンピースの世界ではまだそこまで表現されてないんですけど、ちょっとだけもう最初から表現してるんですよ。風車のおっさんのところでね。で、ごめんなさい。本当のとこキャラクター名ありましたっけ？主人公のルビーが風車のおっさんって言い始めると風車のおっさんとしてしか認識ができないんです。あんまりそればっかり言ってる。だから、ワンピースの件に関しては他にもいっぱいあるんですよ。バーソロミュークマっていう、最初は六方全書みたいなのを持って登場してたでしょ。元からそういう予定だったんですよ。で、最後のサタン星に強烈な一撃を殴るときに、六方全書どうする六方全書に殴ってしまうっていう話。仕事中にね、空いてる時間とか休憩時間中にどうするっていう話。現行法規と現代日本法規、もう僕その時一回見に行ってるんですよ。で、六方全書、ワン、ツー、スリーで収まるっていうところまでね、全部、記載しようと思ったら、三つとも、クマだったらモテるようなキャラクター、大きなキャラクターっていう設定やけども、どうするの？三つとも持って行く？それとも、現行法規、現代日本法規の方で行く？その頃、その人、現行日本法規ってまとめてるらしいよ。そんなすごいの？格闘技の世界で、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブとかあるでしょ。もう、都政六法とか、あと、判例六法とかも僕持ってるから、だから、連続は。ストリートファイターじゃないんですけども、ちょっとだけね、ゲームのお話もさせていただくと、僕もどちらかというとゲーマーだったんですよ。
中学生ぐらいまで、小学生の頃まあ中学生の時も ややゲーマーだったんですけども、まあ、ワンコインクリアとか結構してたんですよ。敵がどの辺から出てくるとかも全部覚えていて、でゲームセンターの方で実はね、あのゲーム機の中の設定をイージー、ノーマル、ハードって分けれるんですよ。もうグラディウスのハードはちょっとどうかしてます。初回からもう1面から2周目みたいな難易度で始まるんですか。あの2周目って本当はハードの方だから、まあまあ、いろんなゲーム一応ワンコインクリアしています。カプコンさんで言うとダンジョンなんとかオブドラゴンかなんか、まあ、なぜドラゴンでね、あの人間の二足足歩行型のドラゴンで鎧を着て、当時大の大冒険っていう漫画でヒュンケルっていうキャラクターがいたんですよ。ユンケルみたいでごめんなさいって昔ヨーロッパの方の院長でユンケルさんっていたんですよ。ユンケルっていう皇帝がいたらしいんですよ。どこの国か忘れました。スペインあたりなんじゃないかなと思うんですけども、もうあんまり探したら多分いっぱい出てくると思う。ちょっと置いて、こういうヒュンケルがね、こう剣をこう振った時に、こう無知のように中に仕込みの、鉄線みたいなのが入っていて、まあ針金って言ってもいいかな。もう弾力性のある金属と言ってもいいかな。まあワイヤーロープでいいんじゃないですかね。だからまあああいう風な形でこう剣が伸びるみたいなのをね、それが僕の言ってるゲームのそのワンコインクリアのそのハードでもクリアしたりワンコインで、まあ、それが普通にできるっていう、あとまあ新サムライスピリットっていうゲームで、神戸の三宮の方で昔大会があったんですよ。でそれで優勝したりだとか、まあ、ゲームセンターでもうちょっとねキャラクターがちょっと能力がちょっと高かったんですよ。なんとか右京っていう佐々木小次郎をモデルにしたキャラクターだったんですけど、でも そこもね途中からなんか作品がちょっとえげつさになってきてちょっともうこれようプレイできんわっていうことになって、まあ、その、新サムライスピリットでゲームセンターで43人抜きして、人間相手に、ちゃんと目の前の向かいの、筐体に座りますから。引き続き、録画を再開したんですけども、一応日付とか出しときますね。充電してました。充電中の電池が。急に途切れた時に。シレン君の声で、この間のね、ライブの時に、怖っていう声聞こえてきたんですけど、その、筐体、ゲームセンターの筐体の前に人がちゃんと立ってる、いるかどうかわかるっていう、その話で、呼吸に仮面が聞けた。怖っていう、その、シレン君の声が聞こえてきたんです。こちらからしたら。あれ、シレン君もこれメンバー違う人、出てるんちゃうのちょっとね、他にもちょっといろんな話同時にしておきますね。その3人組じゃないけど。一応、NMB とかも、AKB とも、山本さやかさんは交流がありましてと。だからまあ、そこから坂グループとか派生してるはずですから、まあ、贈り物は結構。まあ、いろんなことあると思いますよ。で、このご高画さしてるような、この、これ、いつもね、何かこう、この映像が出てきたときは、その、曲、もう、わかんないですよ。他の人誰が歌ってるのか。こんなに長年植えた。絶対そうなるって。だから、一つの、権利一つのところがなんか持ってるでしょう。音楽協会でしたっけ、J から始まったんでした。ごめんなさい。おかしい方向で今日と、最近動画たくさん上げてるんで面白い話の方、笑い話の方、もうそっちの方向でしか考えない。同時でも一応考えてるんですけど、ちゃんとエネルギーの残存量問題込みでね、プレミア順にもちゃんと台湾が買ったでしょ、ね、台湾で開催しといて
決勝ラウンド、なんで日本に来てんの、しかもドーム球場、エアコン使っとんねん。心の声ね、現場。日本のバッター結構打ちそうな時、心の声、世界の方針というものがあるっていうのはすごい、言ってる。台湾のピッチャー、すーごいいいボール、高めから、もう、でも、ギリギリいっぱい、あの判定のストライクは、その、いろんなみんなストライクゾーン見せられてるから。あれややこしいんですよ。あのね、まず両サイドとかなんですけども、ホームベースの上をとにかく通過したらいいと。で、高さに関しては肘から膝までの高さなんですけども、ボールがじゃあ肘のボール1個分下を通過しなきゃならないのか、それともどこか一部分を通過していればいいのか、これによってね、それが全然変わってくるんですよ。上と下の高さが。で、これ構えた時のそのボールが通過した時に、ごめんなさいね、急に野球談義になって、こう構えた時ボールが来たら、低めにボールが来たら自然と膝かがむでしょ。そのまま立っていたらボールゾーンだったの。ああ、ストライクゾーンにそれかがめたらっていう。まあその辺のところはね、もうちゃんとプロの世界でどれぐらいの基準が出来上がってるかっていうのはしっかりとあるんですよ。フォークボールに関しては基本的にはベースの手前のところで、ベースのところにこうワンバンするような形が一番望ましい。カクンと落ちるフォークボールですよ。スプリットとか中途半端なスピードは球速は出るんですけども、その中途半端な落ち方する方が怖いんですよ。ボール、例えば160キロのボールとかって、ボールの方が速いか振り遅れていて、バットがボールの下を叩いてるんですよ。じゃあ中途半端に落ちてきて、球速は逆にダウン。もともとフォークボールって空気抵抗でね、落ちてるんですよ。ボールにほとんど回転音かけてないんです。で、それでこう空気抵抗思いっきり当てて、急にボールの方が空気、負けたっていうような形で落ちるんですけど。それ中途半端に落ちられて、中途半端に早かったら中途半端ちょうど死んで捉えれる。何のために160キロ台目指しとってだから僕は野球部経験者だから、もう勝ち負けとかもずっと取り組んでますからね。もうある意味ちょっと野球バカになってるようなところもあったんです。ちゃんとそこは抑えて、エネルギーの残存の問題ね。決勝戦で途中でね、もうちゃんと意図的に、ちゃんと試合時間の間の時にシャワー浴びて、まだ風呂今年一回も足りてないですよ。で買い物行って、試合中に飯食べたら、完全にふざけてた。もう根がもうものすごい、ま、負けず嫌いですから、試合中にちょっと勝ちたい気分完全な決勝戦の方ですよ。その前の決勝ラウンドで何が起きたかって言ったら、もともと台湾勝たせる予定だったんですよ。1勝1敗まではしてたんですよ。あ、これ次日本が負けてあげんかったら、これ台湾決勝に進めないんじゃないのかと。まあだからそれをね、まあ今年の阪神タイガースみたいなものですよ。横浜 DeNA さんの優勝に邪魔になりそうな球団にしっかり勝っていくっていう形だったんですけど、まあ巨人にしっかり、もしもっと勝ち越していたら、阪神タイガースが優勝してって疑われ話になるか。まあまあああいう風な順位になったんだと思いますよ。だからコンピューターさんの判断とかも入ってくるから、まあだから一番ね、厄介なのは読売ジャイアンツなんです。去年も阪神タイガースが優勝するときにゲーム差ものすごいつけてたでしょ。夏場なんてのはこの人もう10ゲームもつけてるのに、まだ勝ち負けこだわってるで、頭おかしいんちゃうか、そんなに睡眠不足になってまでって普通の人は思うんですけども、あれゲーム差つけておいて3位に入ってこようとしてくる巨人をなんとか下に落とさなかった、球団不気味なんですよ。優勝回数昔ほんとセリーグ読売ジャイアンツばっかりだったんですよ。僕が生まれてくる1977年までの間、戦後
何かおかしいんですよ。で、他の球団は優勝1回したことあるとか2回したことあるとか、1977年まで第二次世界大戦 だから1948年以降ですよ。何かすごい 悪さをしなかったら、悪さピーさんって言われて、もうやられたって、戦争まるまる嘘だった方がって国際条約第二次世界大戦に関する嘘に関してはどうこうみたいなの読んだことあるんですよ。ごめんね、だいぶ前からあの動画ばっかり開いたり我が殿下ばっかりしたりして、もう一回お調べ中。どうりで三国志に関してバビル2世っていうものとか、その三国志っていう漫画のね、横山照光さんっていう人が書いてたんですよ。他にもいろんな当時昔有名だった作品を書いてるんですけど、出身地神戸市民一文字飛ばしの芸能界の政府が関わってることがバレて、兵庫県って言うじゃないですか、ここ多分兵士倉庫、二文字飛ばしの方かもしれない、兵の倉庫のこと書いて兵庫でしょ。やられたって、もう自分は河川の撮影とかしに行って、夏場なんかね、前の日からペットボトルの水を冷やしていて、冷蔵庫で。で、それ、他ある程度凍らせたりとかしてたんですよ。で、それはね、昼までに2本冷蔵庫行きで、残り2本普通のペットボトルを、冷凍庫に行ってたんですけども、それはもう途中、12時、12時ぐらいでもうすでに腐っていて、途中までここ来たことある人だったら分かるでしょ。淀川の河川の撮影、まあ、深海地まで行って、阪急電車に乗ったんですよ。で、阪急電車で、梅田より少し手前のところで、ちょっと北部の方へ、行く列車に乗ったのかな、何なのかな、ちょっと今、地図見ないと分かんないよ。急に行くとこうなります。いやけどそこの駅ね、あ、ここ昔降りたことあるわ。そこも一回昔撮影行ったことあるんですね、二十歳ぐらいの頃で。今ね、大成建設さんの方の CM がだいぶ変わってるんです。こうやってね、こうやって大成建設工業はとことん安く、とことんサービスと書いてこうしてるんですけども、その内容が変わって、とことん買いたい、とことん買いたいって。僕も睡眠不足になったかもしれない。現場いろいろ押さえてるかも。いろんな河川の撮影で、自動車メーカーはもう不法投棄の車、これ日本国境内だけで、本当の日本国境内は人口3000万人いるかどうかで、それが、フェイクニュースの第二次世界大戦の頃で、少子化が始まってるのは49年前からですから、それで1万台もこれいろんなところに不法投棄されてって、これはかなりの数だぞと、これ本当にこったらかしになってるぞと。で、できるだけ重機使わないで、人間の手でね、分解しなきゃならないんですけども、頑張ってそこガソリン使ってしまいますから、けども急に1万台なんかね、できないですよ。まあまあ、それが結局仕事となり、金属溶かしたらね、海外から鉄鉱石、何、地震起こしてまで鉄鉱石買い込んどない日本って、ちょっと海外から叱ってもらった方がいい。ただし、お宅の国もこちらの方が見つけたら叱らせていただきますよって。昔もこれ27年。お互いで一回ちょっと金属の輸入止めましょうと、採掘止めましょうと、一回と。世界中、自分たちの国いろんなところ探した。気がつくからって、僕も金属回収地点っていう欄があるじゃないですか。動画のね、ホームページ、淡いケースの履歴のところで。で、そこ、ちゃんとその亡くなってる地点は亡くなってるわけじゃないですか。すべてもう一回撮影って思ってそれ、火星あんなに撮影してもう一回って。絶対無理。
もう F35 の戦闘機の話、もうせっかく27年前ちゃんと断ったのに、シンシンってね、あの当時本当に記事になったんですよ、インターネット記事とか。あの車輪だけ置いといたらいいって、これが本物の第5世代戦闘機があっても何でもええから、その辺のタイヤのホイール付きのものでもええから適当に4つ並べとき、いや3つでいいような気がとか言うと思うんです、これが本物のクロスな十字飛行機が着陸するときに後ろにも車輪あった方がこうなったときね、両サイドはこうあるわけじゃないですか、羽の下に車輪が。じゃあこうなったときに、あのものすごい強風でこう揺れながらね着陸してるところの映像、僕の動画から閲覧できるはずなんですけども、事件関係のところから何だかちょっともういろんなもんいっぱいアクセスできるようにしたから、もうええっていう聞こえてきたけども、続行。あ、そうだ、バレットの話してたんだ、ごめんね。時間空けて充電して、いろんなことしてた、もう絶対こうなります。まあ、それはそれで、ちょっとワンピースのね、あの、集英社さん宛てでね、もう一回ちょっと、向こうの方で殴り続けながら、レッドライン一周することになってる。レッドラインじゃん、レッドラインで当てたのかな、そう、ごめんなさいね、グランドソンバツってある意味正解なんですけど、だからあのサタン製っていうのか、解雇クビっていうのはそれ自主の方、そっちはクビになるの賃金の不払いが多すぎる、それ横領事件ですよ、分かってますかっていう、何のために労働基準局の監督官が刑法をつけるのか全く分からへんっていう話になるんですか。公正取引委員会の方でもあのちゃんと刑法を使えるっていう話でね、昔もあのまあまあもう分かりやすいところからね、まあ、よくない業界とか東京の方も大掃除っていうことでね、刑法を使える人裁判所以外で検察庁とか警察官忙しいってどうせ言うんですよ、分かってますよ本当に忙しいのもって、大丈夫って、今の時代だったらだいぶ公正取引委員会の人たちにもちゃんと全部根回ししとくからいかがわしい業界から L 業界から全部潰していったり、その当時も僕も二十歳過ぎぐらいの頃、二十歳なのにもうガープ中将みたいになりそうになってましたね。なんかもうね、止められ方がそんなに筋肉ついてる時に暴れた相手がどうなるか分からへんからとか言ってくる人間、ちょっと待ってくれと、こっちがどんな目に遭ってるかっていうところ、それ先に聞いてほしい、ほんと先に抵抗しなかったら、もう一発目犬入れられたら、もう僕は両方は殴られた件だったら、もう一撃も、もう両方とも両方を両方11なんですけど、1名1名の男性から、絶対そこから巻き返すことは絶対できないんですよ。両方を殴られて歯もガタガタなんて、歯並び悪いでしょ、これ殴られてからなんですよ。それまで綺麗に歯並び並んでたんですよ。で、マヨフォンちょっと出ました圧力でね、ここの辺の並びもちょっとだけ悪くなってるんですよ。で、歯、ここはなくなってる、進撃の巨人とかもやりすぎやってあれ僕の方で提案したんですよ。なんか一般のね読者の人たちの中で進撃の巨人っていうのが、まあ面白いだとか、まあ受けがいいというか、何の受けなのか分かんないですけど、何で受け止めてるのか最後エレンこの辺があんな風になってるの、これどういうことやと怒ってる時の僕に、まあちょっといろいろ言われて、もうまあ大体その辺でもう終わりっていうことで、なんかもうもともとそういう風になるとか、そういう風な話がもう聞こえてきとったか、未来からだとか、だとまあそういう風な話ね、いっぱい聞かされて、一回も二十歳ぐらいの頃、もう自分の未来を知っただけで最近もっていう一時期ちょっ
ょっとあの音楽の話からだいぶ離れてしまいましたけど、戦争の話かなり嘘なのってあれだけ8月9日原爆投下の日長崎県であの日どうしたんだろうあの話何やったん日本とアメリカや京都常任理事国の5カ国共同で嘘言い始めどこかは頑張ってたと思うんですよ。第一次世界大戦をフェイクでね始めたことにして、ちゃんとオリンピック一回解体してますから。だけど そこにいろんな国がくっついて、最初は文書型の国連加盟国で進んでいったはずなのに、オリンピック参加国がどんどん増えていって、気がついたら選手だけで1万人も飛び回った参加して無理やこれはそれプラスお客さんって、もうこっちは野球界だけでも手に負えないのにやめといてくれよって言ってんのに、あのプレミアし始めたんですよ。しかも台湾で始めた、台湾でその決勝ラウンドしたいでグループリーグの時に、その試合中にね、なんとかあの日本見たらリードしとって、日本何しようねん、ちゃんと点数台湾の方に入れとかんとっていうような形で、もう意図的に、ね、あの日本人選手を邪魔するような形でまああのまあまああのけどうまくいかなかったんですよ。いや まずこのままだと本当に日本勝ってしまって、せっかく台湾があの追いついたりと、追いつきそうになったのかな、得点入れ始めて、で追いつきそうになったのに、その次の回かな、その裏の攻撃かな、すぐに得点を取り返して、まずこの困った、まずいとも攻撃をしとった台湾を決勝にわかってますって世界中の政府上層部に僕の名前とかスポーツ業界のことも知れ渡ってるんですよ、そもそもね。スポーツ業界とか政府両方とそんなにね、日本だけ買ってたらね、いくらなんでも河川水門開始的な発言な話をしたとしても、ずっとスポーツ業界もお金払ってくれてないんですよ、僕に。そんなものね、買っていいわけないじゃないですか、そんな話だけども勝ちそうになっていて、おかしいなって、これ一体どうなってるの、ちょっと順位見てみよう、今他のチームどうなってるのかなと思って見たら、すでに7時間前台湾決勝進出決定1勝1敗の時点でもうどこ失点差か何か、だから日本 僕はね、対アメリカ戦で9対1とかで勝ってたでしょ先に壁になりそうなところ片っ端からだからその動画と、その本当は映像欲しいんですけども、本当 E ボール世界の方針がある、世界との方針かな、世界への方針があるっていうようなこと、ちょっと言い方がちょっと本当は面白いんですけど、一応笑いこらえて一個一個言ってるんですけど、いい高さから外の方に本当ストライクゾーンギリギリいっぱいに流れていって、またバッターがこう、え、これ多分あーっていう、そういう、あーけどストライクやわっていう、本当最高のボールの一つなんですけど、それまでの配球とか大事ですよ、ちゃんと四隅使っておかないと低めに投げて、なんで3球目まだ低めやねんそこまだ内角つきたいんだったら内角高めやろって、その外角単体と内角単体、内角総理大臣三権分立は内角と、他の国会議員とここ数で、あとは裁判所、これで三権分立なんですよ。国会が組み始めたらそれ以外の一般人プラス国際連合のお出ましやただここも
ちゃんとエネルギーの残存量問題を軸にして、ちゃんと動いてくれる人たちと手組まなかったら逆に足引っ張られるか、このこちらを逮捕に動いてくるやつらがおるかもしれんから、みんな気ぃつけてね。ほんと政府の上層部と下手に関わったら、ほんとにいろんなやつらが、ほんとお金稼ぎが何たるものなのかっていうことを勘違いした連中、金の亡者の昔の神戸地検長次と。その頃の、ディル・アン・グレイの皆さんって、まあ、僕より年上の人だと思うんですけども、インディーズの頃にすでに日本武道館でライブを成功させてるんですよ。満員して、流通を。インディーズって言いながら、僕は音楽のプロではないですって言いながら、もうこの曲とこの曲は、その辺のプロの、その辺のアイドルとか出してる曲と比べたら、こっちの方がマシだから、いいから、こっちの方が絶対いいからって。彼はまだこの年齢でこれだけのものを作ってきてるから、まだ期待が見込めるっていうことでね、アイルっていう曲、まあ後で知ったんですけども、デザイア、その後ジルスっていうバンドに、バンド名変えてくれた、あの人たちがついてくれて、最初の出だしが、ね、かなり、いいような出だしの、まあ曲だったんですけども、もうその前の、もう一つのインディーズの曲も、最後の方はピアノの音とかが確か入ってきてたと思うんですけども、まあ最初の聴き始めの頃は、ああまあ、インディーズが作る、まあまあ普通の曲かなっていうような形で聴き始めたところから、その、まあ1番と2番があったとしたら、もう2番の頃には、まあ感想のところもすごくいいですし、もう2番のところがもう曲調とかもうガラリと変わっていて、あ、意図的に最初の方はああいう風に作ってたんだろうなっていうような。だから僕の中ですごく評価高かったんですよ。もうこれぐらい息のいい人たち、プロとして、もうインディーズでもこういう人たちいるよって。いい、もうクオリティだからっていうことで、メジャーに移さって。まあまあね、ごめんなさいね、一瞬頭の中トリガー条項の話が頭の中よく言ったんですけど、トリガー条項ってガソリンにちゃんと税金かけてね販売するっていう、まあ多分僕の読みでは輸入になってる部分は公海で掘ってると思います。公の海と書いて公海、日本の海域って決まってるじゃないですか、世界各国自分たちの島、まあ領土のところから、まあちょっともう一回ロッパー全長読まない、ごめん、三里だったような気もするし、それ2で表される1里2里距離いくらだマイルな、マイルはなんとか競馬の方で 1600m って覚えれたんですけども、 1km でそこへ話し合わせてくれなかったら、高さフィートとかもう誰そんなわがままなこと言ってんのヨーロッパからあんなに集まってきて一つの国にせっかくなったのに、まだキロメートルっていう表示、まだなんですかってなると、フィートにまだこだわってる人いますって、いや、そこもエネルギーの残存量もね、君も言ってるはずやねんけど、フィートでケーキを作ってしまったから、測るケーキね、メーターとか、今更キロメートルなんか急に作り変えられん。それはそれでエネルギー消費するので、新しく部品作らなあかん、最悪もうこんなにややこしいのを最初から作り直した方がええって平気で言うといっぱいおんねんけど、もうどうしようまあもうとりあえずあるものを安全な範囲内でね、徹底的に使い倒すということで、ごめんなさいね、背もたれちょこちょこ使ってますわ、ほんとまあまあ、もしこの辺りのこの人のところに海外の曲を集めてきているのであれば、まあ淡井さんの目を通して、まあ聞いてもらって、でまあまあどの辺りの曲がいいのかっていうところ、まあこれはもうこの辺のここ基金の1ヶ月以内ぐらいのところの曲、その前後のところで、まあ20曲ぐらい聴いて、OK がついてるものを、選んだと。まあ、あとは、サルベージで、ちょっとその、間の前後、ここ本当に聞きのいいのものと、その間、聞くのサボってた期間。
なんでこんな仕事みたいな言い方になってるのか分かんないんですけど。いやもうあれもでもずっと聞いてたらだんだんもうどの辺で線引きしたらええか分かんない。けどまあ僕はあの OK って書いてる部分に関してはこれもあの出せば売れると思います。曲調と歌詞の内容はちょっとまずいものがあるんですけど、ごめんなさいね、ハラメさんに聞いて。争いことの話、昔もこの話だったでしょ。で、その金属の採掘で、昔はもともと生き埋めになっていらっしゃる人たちがいるから、結局だから台風が発生してる地点に関して、ミッドウェーの改正に関してそれが嘘だったとしたら、採掘で生き埋めになったりした人たち、地震とかも含めて、もともとの崩落事故とかもありますし、十二分にもものすごい数の人世界中で死んでますから、軽く万超えてます。もう万なんてどこじゃないですよ、多分100万人超えてます。もう日本で知る限りだったら、もう平安京もね、都ができてから地震の回数はたくさん発生してますから、もう分かりきったことなんですよ昔から。まあまあその辺のところをまあカシと曲名変えます。カシの一部たまにちょっとね、ピンクロケットぐらいだったらね、これ昔もピンクロケットだったでしょ確か。だいぶ昔ヒデさんが、 XJAPAN の元ヒデさんが、ロケットダイブっていう曲を、昔発売して、まあそこからピンクロケットができたんだと思うんですけども、そのエネルギーの残存の問題で簡単に宇宙行っちゃダメだからっていう話にもうなってるんですよ。27年前からもうそこはもう、ここは区切りっていうことで、僕の人生の中でもうそこでしっかり区切っておきますからっていうことでね、それにね、テレビ局がその前の曲はブラッディーウィングっていうところで何かヒントだとかね、もうこれもう曲名の題名のところから、小学生の時こういう話してたなっていうのを覚えてるんですよ。翼が血に染まるぐらい言うたらんかったらあいつら分からへんのちゃうかって、昔は飛行機の墜落事故っていっぱいあったんですよ本当に。整備不足の部分もあったんですけど、作り方だとか、まあ、そういうところで、第二次世界大戦の戦争が嘘だったとしても、その当時はプロペラ機だったっていうことを考えてもらったら、どれぐらいの技術力かっていうことは理解できるかと思うんですけども、今でも自衛隊 の大量輸送機に関してはプロペラ機なんですよ。本当のところエネルギー効率どちらがいいんですかっていうところ、どう考えてもジェット戦闘機の方がものすごい勢いでガソリンなくなっていく。昔 NSR もにも乗ってたことあるんですよ。スズキの、もともと僕が乗ってたオートバイは、スズキの RF400RV っていう RV がつく方で、そちらは高回転になってから可変バルブが作動し始めて、要するにまあターボみたいなものなんですけども、それ回したら回したらやっぱりエネルギー大量消費。それ何速か聞かれたら困るか。何速でそこまで回したって、そのスピード違反してるかどうか簡単にも。で NSR に関してはこれね、平成の天皇陛下に電波のこととかね全部分かった時に、運転してる時これみんなどうせスピード違反してるから、もう僕も流れ乗ってるから分かるから、大阪の方幹線道路とか、もうこれもう無罪方面ということで、一回大社とかああいうふうなものでこう対応しますっていうような形で、ちょっとそれしてもらえませんか。淡路花博の時2000年通勤、僕の前にね、その時はもうオートバイ売却して車だったんですけど、目の前の軽自動車の長い髪の毛の女がこういつも僕の通勤時間の時前に出てきて、で、ま、もうじゃ後ろから来てんのかな、追い越していって、で髪の毛を後ろにこうするんですよいつも挑発で挑発こう。その手には乗らんぞっていう気持ちと、まあね、まあいろいろ
あの別にそんなこと張り合うつもりないからって、出勤間に合ったらええだけやから。で NSR の話に戻りますけども、そのホンダのね、そのツーサイクルエンジンって、その一応あの話が本当だとするのであれば、まあ、世界的に、本当のこと言うとガソリンの消費の仕方を上げて高回転にしてるだけで、最初のだから低速ギアとか、あの最初の低い速度の時の加速はものすごい速いんですよ、レーザーレプリカだから。僕は RM400RV の方でパワーウィリーしてしまった方なんですけども、クラッチのつなげ方とアクセルの開け方失敗して、二人乗りの時に後ろの人がこうなるから前が勝手に上がった。あ、ありますあります、あります、あのもうオートバイってだから、それ飛行機のことそれ気にして、前後にちゃんと車輪をつけて両サイドっていう、こういう言い方、前後に車輪をつけて両サイドっていう、こういう、これゆっくり落ち着いて着地できるわ。シンシンの映像に関しては第5世代です絶対。本当に車輪だけ、ちゃんとそれ自衛官責任で、ちゃんと自衛官の管轄でそれ展示したんですよ、本当に。その時も、もうただニュースになってましたから、一回青井さんに言われた通りにしてみようっていうことで、早いでしょ。そしたら、あの河川水門会議でもあって、なんかもうとに世界中に普及できてますよ、ほとんどの国ほぼ完璧なレベルで、まあ、河川の底とか全部ね、そこを一回しっかりと処理してあげなかったら、水の抜けていく量がさ、そりゃそうなりますよ。それはそれで空洞化しますから。ということで、ちょっとね、その男性の歌っても別に、歌詞的に問題ないなっていうのは、何曲か見受けられるので、何かまあ、男性バンドとかで、だから僕もね、一体何基準で、こう、そういう曲とかを、こう、曲を回すっていうような言い方もあれですけども、まあ曲を託すような人たちがね、まあどういう人たちかっていうところ、まず絶対第一条件としてですよ。これは演奏ができなかったら、まず、わかんないんですよ。どれぐらい演奏できるか。ジャンヌ・ダルクっていうバンドが昔あって、その後アシッド・クラウドっていう名前に変わりますけど、もう最初は本当一番歴代のバンドの中で一番の問題一年上の方たちですか。本当に、いや、まあそれ受け入れていただいて、もう説明の時もね、そういう風に説明していいっていうことになっていて、でまあ動画でもメンバーによって1回目聞いた人間と、その2回目再生した時にから聞こえてくる人間とか振り分けていてね、聞いてもらってるんですけど、まあ、見つめてよ僕たちを、遠く高く羽ばたいてみせるっていうような歌詞のね、インディーズの曲の時に作った歌詞があるんですけど、同じフレーズをずっと何回も繰り返すんですけども、多分子供の頃僕が言ってた内容だと思うんですよ。で、まあ誰でも言いそうって言うと言いそうなんですけども、まあそれをあらかじめ水面下で誰かが動いてもらって、まあジャン・ダルクさんの方で、まあライブの一番最後に絶対あれを歌うっていう形のライブだったんですよ。で、もう途中から演奏技術のことをハワイ・ケイスケに始めて、X に感化されて、技術力っていう。ギターを持って走ったの方でしょ、みんな。ドラムを叩くスピードを、叩く回数を上げたとか、倍に増やしたとか。まあまあ、すごくたくさん弾けばいいわけでもないですけども、やっぱりけどそこって見せ場じゃないですか。だから、そこはやっぱりかっこいい曲とかと、しっかりと音が出ていて、で、まあ、早弾きだとかそういったことがしっかりとできてるっていう、ドラムもすごいたくさん叩いてる、正確に音出てると、
全部全員が揃ってるっていう、そこはね、あのやっぱりプロとして、すごいとこですから、うん、その基準がよく分かんないですよ。そのジャンダルクに最初の方にすごいハイレベルな要求して、ライブの時に音が出なかった。まああのけど難しいと思うんですよ。あのプロでデビューしてからだとかの、あのまあまあインディーズの頃の曲からして、どちらかというと結構難しいんじゃないですか。もうそれプロの人たちが演奏するようなあの曲だけに関してはですよ。歌詞はね、もうちょっと一曲ちょっとこの歌詞はあかんやんかって僕も頭を抱えてしまったもん。おかしいおかしい、こう音はこんなにすごいいいのに、歌詞も一部もまあまあこれとこれに関しては問題ないし、そこに、なんで一曲こんなんが混ざってんの。ちょっと待ってよ、冷静に一回他のもよく歌詞カードちゃんとよく見て。まずいこと言いたい。まあやっぱりねっていう形で、ね。まあ、そこからだんだんね、あのプロデビューしてからもうプロの方でなんとかする話で、あとは音楽業界の人たちの方でどうにかしてくださいの方向で、まあどうにかしてもらって、でまあまあ今日に至るというわけなんですけど、まあ男性の方でだから両方、男性でも女性でも歌ってもいいって言ってる曲に関して、まあ男性の何か良さそうなバンド、何も問題がなさそうな、その辺のことがよく分かってるバンドの人たちとかに託したいなと。あとね、もう正直ね、もう早めに多分結婚してる人たちの方がいいと思いますよ。その辺のところは仕事でしてるんだっていうことで、迷いなく、まあ仕事として集中できるでしょうから。あんまり、その所得税の控除で家建てる話とか、それがいっぱいこう、ずっと自分の結婚が遅れてきたら、もうこれ、手詰まりだってなってくるじゃないですか。だからその辺のところね、まあ、早めに対処しなかったら、まあ、僕みたいになってしまいますんで、まあ、その辺のところを、まあ、皆さん深く理解していただいて、ご対応していただいたらなと思います。ちょっとこの後、ストリートファイト6の動画、去年も見たと思うんですけども、まあ、そこのね、人たちへのメッセージとかを作りたいなとは思っています。以上です。なんかちょっと最近報道見てないなって思います。もう毎日チャンネルつけたらすぐ以前と同じニュースばっかりしてるから、もうええわみたいな形で、もう見ても同じやわってすぐテレビ消すしっていうね、まあこんな状況下ですが、まだもうちょっと結構もいろいろ調べてみようかなと思ってます。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、あと着信通知の設定なんですけども、Google Chrome あれを入れといていただいたら、だと思います。僕もよくわからないんですよ。とりあえず Google Chrome 入れておいた方がまあ良さそうだということです。僕もよくわかりません。ごめんなさい。トラブルシューティング、あ、そこ。だから、Facebook のパスワード変更とかできる人いません。いませんが、もう自分のパスワード分かんなくなってるんですよ。それなかったらもう、Android 端末なんかもう、めちゃくちゃ読み込む遅いし、いろんな着信通知が来て、それ読み込むか。我が天下。全然、へえを、無性に、それまでに攻め込まれる。文章書こうとして読み込みが遅いから、絶対変な打ち込み方になるんですよ。変にこう文字が連打になったりだとかで、どこまで打ってるか分かんないんですよ。絶対無理で、それメーカーに問い合わせて、その iPad の方への移設なんですけども、どうせ電話の窓口に出てるのがベルシステム24で働きましたから、マーキュリースタッフィングとしていろんな会社から、人材派遣会社からこう人が来て窓口で対応してるから、やっぱりもう対応の仕方みんなよく分かってないんですよ、どうしても。だから記載してこうなってるからこうしてほしい、それができてこそプロなんですよ。できないんだったら、それ早急に会社同士集まって、対処する能力を身につけなかったら、お客さんの低下につながるって、まあこういうことになってしまうんですよ。まあそれはそれでちょっと撮影しようかなと思って
ています。これくらいか話噛み合ってないです。普通のべっこうの窓口が普通のね、あのヘルプの手紙、ヘルプって助けて、そっちが助けてるか Gmail をもともとは Google がインターネットもそうじゃないですか。だからそこは一番よく分かってるはずだから。あんまりにもややこしくなりすぎた Google。丸投げで Google。ちょっと待って。君たちが作ったことやん、ゲームやんっていうようなこと。あれとあれを言い持つ。もう昔のごめんなさい、もう一回名前出しますけども、僕はね二十歳ぐらいの頃ウーズラパークで働いていた金谷さんを思い出すんですよ。神戸市から来ていた市の課長の人で、だから課長以上だから、あの上級試験を受けて合格している人だったんですけども、金谷さんがね朝の朝礼の時にちょこちょこっと朝礼終わった後に横でね、あれが何して何するからっていうようなことをボソッと言うんですよ。でまあ多分それは電波のことを言ってたんだと思うんですけども、それはね、まああの仕事が、まあ昼ご飯休憩大体まあ13時か14時か長い、まあ遅い時は15時ぐらいだとか、まあまあ飲食店でしたから、まあそこの休憩に来た時にね、ご飯食事終わって従業員食堂で食事終わって、もう今はないんですけど、だいぶ前からない、もう20年以上前からないからそこで、そこの事務所に戻ってきてバーベキューコーナーで桐谷さんと一緒の休憩に遭遇した時に、急に何でもできるなっていうようなこと、嬉しそうな顔して、いやだから河川水門返し玉汗の話を聞いた時にね、桐谷さんも喜んでくれていたっていう話でね、まあその人はその部長になって、なぜか湾岸線の延長線神戸市のテープカットで中央部長としてその後局長になったかどうかは知らないです。まあ選挙には僕はもう絶対出ないからっていうようなことは桐谷さんも言ってた方ですね。まあテレビの番組のニュースでも何回か出てくるんですよ、そのテープカットとか他の場面とかで、ね、そこそこの立場とあと僕との関係性とかね、だからあのなんか会議の方で、ね、変な方向に間違い、もう本当難しいんですよ、その会議、その方向にセレクトしてしまった、言ってしまったら危ないっていう場面があるんです。その時に、もう桐谷さんがポン、もう肩バッてこう掴んで、もうそっちの方に進んだらあかんからっていうこと、これ安倍晋三さんもできてたんですよ、国会で。これができない人は、あの会議、あもうこのままいいかなみたいな気分になっちゃう人は、絶対もうああいう職業絶対無理ですから、もうそこ進んでしまったら今度自分も最悪これになるから、まあ最後の方はあのちょっと真面目な話で落ち着けたつもりなんですけども、まあまた何かあったら、自分のあの動画でお伝えしようかなと思ってます。以上です。まあ音楽番組全然見てないですか。この間見たんですけども、Perfumeがそこ先週してますっていうようなことを言ってたから、ちょっと心の声とかで謝ったんですよ。ごめん、海外行き言ってしまったけど結婚大丈夫っていう。これあかんわ、先に結婚した人があのちゃんと落ち着いて所得税の控除で家建てれるような段階に進んでから、これ海外に稼ぎに行かんかったら、これ何のために海外行ったか、これ全然分からへんわっていうような、もう分かんないですよ、あの収入どれぐらいあるかとか、本当にちゃんと給与上がっていって、で年間のボーナスがあのソニーさんみたいにね、年間ボーナスが7ヶ月分以上出たりとかね、プレイステーション4とか5を出した時任天堂さんも、結構ボーナス出てたと思うんですけども、まあまあ退職金も、もうあれだけ売ってたらまあそれは出るとは思います。だからまあそういう風な立場なのかな、どうかなっていうのもありますし、だから女性、特に女性、いや、やっぱり男性も同じですね。やっぱり同じで、松山英樹選手を見てる、多分僕の同級生の原田真一っていう野球部の男だとは思うんですけど、ごめんなさいね、違ってたら。まあまあ、レルクアンシェルの ドラムに関しては同級生の小倉幸宏です。以上です。ですので、皆さんの本当の年齢は私は何も分かりません。本当の名前も。ですが、まあまあ、まあ、ここでもね、何か、
話とかできたらなとも思いますし、どうもうどうすれば収入得れるのか僕も分かんないですから、あと河川水門開式玉線どうすれば進めれるのか、とりあえずもう雨の日、今日は一日中家の外に出なかった日です。もう出る予定ありません。もう21時35分もうないです。出る予定はだいぶちょっと途中で雨降ってたんで、ということです。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。以上です。